はい、アウディの RS3 スポーツバッグ、まあ、これはこの車だけではないんですけれども、ナビゲーションシステムが非常にこう、使いやすいものです。まあ、音声認識もこの車ついているわけですが、音声認識の認識精度かなり高いものがありますので、実際ここで一回やってみたいと思います。このステアリングスポークにあるちょうどこの音声の、まあ、これはね他の車でもよく似たマークだから分かると思うんですが、これ押します。ナビゲーション、ナビゲーション、住所を入力、都道府県から始まるフルアドレスを入力してください。愛知県名古屋市中川区太平通り 6-33、 愛知県名古屋市中川区太平通り6丁目、目的地が入力されました。表示された目的地でよろしいですか？はい。新しい目的地に設定、新しい経由地に設定、またはメモリ地点に登録しますか？新しい目的地に設定、新しい目的地に設定、ルート検索条件を選択してください。推奨、推奨が選択されました。ルート案内を開始します。はい、このようにもうすべて音声で、まあこうナビの条件とかですね、それも選ぶことができるというのは非常に便利なポイントです。もう一つ面白いのがですね、ナビゲーションシステムの、表示がですね、まあ、ここで地図表示、今 Google Earth になってますが、Google Earth に表示ができると。今ちょっとこれひょっとすると SIM カードが入ってないからかもしれませんが、実際に Google Earth のナビ画面にすることもできます。Google Earth のナビ画面ってどんなものかと言いますと、実際、まあ、Google マップの航空写真をですねここに表示をさせて、まあ、まるで自分の上から写真を撮られているかのような、そういった映像が出ます。そのあたりもですね非常にこう見やすくて、分かりやすい、いいところかと言えるかと思います。